どうも皆さん、キミ F です。積みゲークズキャストしてヘクセンのデスキングオブザダークシタデル続きをやっていきたいと思います。で、2つ目のハブレベル、まあ普通のゲームでいうとこのワールドマップ的なところに行ったんですけど、ああどうも、続きをやっていきたいと思います。で、これだな。で、ここのシークレットレベルは調べたんですけど、なんかそれ調べてる時に分かったんですけど、このポータルはこの鍵を入れないと開かないものらしいんですけど、開いちゃったんだよな。これ入れないのかな。うわ、入れるわ。どうしよっかな。本当はあの鍵を2つ差し込むと入れるみたいなものみたいに書いてあったんですよね。やめとくかな。これだってこの鍵取ってこないですいけちゃうってことだもんな。多分積まないと思うんだけど、逆にすごいショートカットしちゃいそうだからやめとこう。普通にここ調べたら開いちゃったんですよね。まあいいや。あるいは俺が英語をちゃんと読めてなくて、入ってもその奥に行けないとかかもしれないですけど、そうすると一番手前のポータルはここにあるやつか。うん、それもズルも嫌ですし、なんというか一応全部のシークレットを、これ何、これもう一回押せたけど、もう一回押せたけど、あれか、推移は自由に変えられるってことか。ああ、そういうことか。下げとくか。全部のシークレットを見ようとは思ってないんですけど、シークレットレベルは全部見たいみたいなのがあって、ステージ自体は全部見たいんですね。で、ショートカットはしたくないんですね。だから痛い。まあ、ズルを知ってるか知ってないかだと、これ GZ ルームの機能でこのマウスルックはしてるので、本当はこれできないんですけどね。ただヘクセンというかヘレティックの時代からかは、ドゥームのエンジンを使ってるけど、上は見れるんですよね。上を見たり下を見たりはできるんですけど、マウスルックじゃなくてボタンで上下を見るっていう。プレステ時代の FPS とかやったことはあったら、あの LR ボタンが水平方向への移動と上下の視点移動には言われてる感じみたいな、あれではできるんで、これは多少のズルにはなってる可能性はありますけどね。それよりもはるかに自由に周り見れますからね、今。これ、こん中入るのどうやんだっけ？どっかからワープしてこなきゃなんだっけ？そうですね、このマウスルックができてるのと、あと、ジャンプ自体は一応このヘクセンにはあるのか。しゃがむっていうのがこれできるんですけど、しゃがむはヘクセンにはないんで、しゃがむはしてないようにしてます。で、このジャンプとしゃがむは別に GZ ドゥームの機能なので、マウスルックもですけど、その機能がついてないドゥーム系のゲームをこれで起動しても遊べちゃうんですよね。ここが、うわ、いきなりあいついっぱいいるな。気づいてないだけだよな。縦になるものがないんですよね。これ壊せちゃうので、多分敵の攻撃が一発当たったらこの甲冑を壊れちゃうんですよね。で、下手したらこの甲冑の中にも敵がいる可能性があるので、でもやるしかないよな。どっちがいい？こっちだな。これを撃ちまくって、三段でいいからとにかく当てまくって、そうだ、氷の柱にして、で、それを縦にしつつだ。やっぱりいたか。
っぱいいた割になんとかなったな。うわ広い。さすがにここから狙撃するのは限界。そんなところにステンドグラスがあるってことはそこになんかあるんじゃないか。開くよな。そこから行かなきゃダメかな。戻ってこれるよな多分。うん開かない？開かない？これあれか？ここに出ろってことか。階段になってること。ここも階段にはなってるから戻っては来れるな。ちょっと一旦やべ、セーブしようと思ったら攻撃されてる。降りたら今度安全なとこに行けないんじゃないかというのがあって、それだったらここで隙を見てセーブしようかなと思ってるんですけど、あ入ってきてくれた、よしよしよし。でつながってないな。あのサーペントライダーだけ狙撃したいんだけど、下に行ってるな頭が。サーペントライダー、サーペントライダー乗ってるやつか。あいつはカオスサーペントか。デザインがめっちゃバイオレーターな。カオスサーペントもね、ヘレティックのラスボスがサーペントライダーだったんで、強いやつなのかと思ったら普通に群れでいるっていうね。おスチールキーもう鍵振ってに入れちゃったけどいいのかな。目的は多分鍵を拾うのは目的の一個なんだよな。で、あとなんか骸骨みたいの拾ったから、それ痛い痛い痛い、それも集めるんだろうけど、やっぱり狙撃するんだとこれが一番いいんだよな。痛い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 、死ぬ死ぬ死ぬ。これは湧いてるんじゃなくて初めから配置されてたやつがどこから来たんだな。これ動きそう、動きそうだけど動かないな。なんか岩肌に牢屋みたいになってるけど、あいるねやっぱり。奥にもいるな。緑マナ結構保ってるな。使っていいのこれ。ん？
当たるよね。壁があるとうまいこと当たらんな。そしてすごい消耗してるな、さっきから。あそこに回復薬あるな。こうやって行くのかな。違う気がするな。別のところから行ける気がするな。これさ、これでこう置いて、あ、さすがにあそこまで高いと爆風届かないか。その上に登る手段があるんだろうけど、これも開くないですか。おスイッチ、あ、ここが開く、そこが開くの。ここ安全だな。一回ここでセーブしよう。なんか横のやつ怪しいな。火でも出てきそうだな。一応セーブしてもう一回。何の手らいもなく細かくセーブしよう。あとこれ開きそうだな。うん、俺ならこれを押したらここが開いて、あそこから火を出す。だから逃げ場をなくした状態で敵に囲まらせる。あ、大丈夫だと思ったよ。あ、だと思ったよ。あいつこの火の中を果敢に来たぞ。敵も当たるはずですからね、こういうのは。そんなに熱くないのかな。いや熱いだろ絶対に。全部食らったら死ぬだろ。これスイッチを押すだけかな。なんかどっかで変化が起きたのかな。奥からどんどん敵が出てくるな。しかもみんなあの火の中を果敢に飛び込んでくるな。どうなの。交互に出て一気に出るか。ここだな。一発だけ食らっちゃったけど。爆発物がないんだよな。
あるんだけど飛び道具でないんだよな。ファイターはあったからな、実は爆発物の飛び道具が。ここ開いたな、横、あ、なんかある。これ縦構えてるときになんか貫通してるっぽいんですよね、この弾。たまに後ろのやつがダメージ食らってるんだよな。たださすがにあんなに数がいたら、あ、でもそれでもちょっとずつは減らせるか。いや敵が湧いちゃうな。あれ押したよね。あ、お、なんか時間制限があるものなのかな。そんなに長い時間じゃないっぽいな。近場でなんか起きてるのかな。あの火が出てる向こうかな。あんま行きたくないな。いや先にこっちだ。これ多分最初に配置されてたやつと俺が先に進んで湧いたやつと時間が経って湧いたやつがごっちゃになって大量の敵があそこにごった返してたな。狭苦しいでしょうね、あいつらだって。あ、こっち来てないな。普通にその建物入れたわ、そこの階段から。それとも階段ができたのかな、俺がスイッチを押したから。建物の上に回復アイテムがあるのは危ない。建物の上に回復アイテムがあるのは見えてるので、そんなに心配しないで使ってるんですけど、そうは言っても、あ、階段ができたんだやっぱり。そうは言っても、くそっ、入り口だよな、今ケンタウロスがいるところ。あっちにも湧いちゃってるのか。四方八方から狙われるのが嫌だからあっち側に逃げたのに、どっちにしろ四方八方から狙われるのか。ここで数減らすしかないのか。なんか喧嘩してるっぽい音がしてるんですよね。こんなもんかな。これでいくかも。そんなに数打ってないんだけど。あ、一応範囲攻撃だな。爆風じゃないかもしれないけど、一発で2体ぐらい倒したもんな今。それまた骸骨じゃん。ああ、そうだ。
ユーリスカル、これどこで使うんだろう。まだ行ってないところだろうな。確かになんか頭はめるみたいなのはヘクセンにあったんですよ、一箇所。そういうのがあるのかな。アーマーはありがたいけど、そこはまだ行ってないとこだな。もうちょっとリスポーンする感覚が長ければな、もうちょっと楽なんだけど。奥にカウスターペンダがいるな。でもまだ気づいてないな。全回復のやつあるけど、なんか湧いた。スイッチと扉、セーブしてない気がする。間違った。あ、ワープか。でも作動してないのかな。煙が出てない。先にこっちだ。敵が乗っても動かなかったから作動してないんだな。ああ、橋が上がったな。これドゥームっぽいな。このスイッチを押したら遠くの何かが動いてるのが見えるって。これ何？ああ、作動してたわ。ああ、ここに飛んでくるのか。橋が完成してなかったな。これで完成する？完成するな。確かに鍵を取って、なんだっけ、ようなんとかスカルを取ったから、ここはもうおしまい感はあるんだけど、行ってないところが何か所かあるんですよね。最初のところから見えてたステンドグラスの中とか、そこを確認してくるかな。回復アイテムがあったから回収したいんですよね。これもよくわからないし、なんか変、あ、なんか落としてるな。なんか落としてたな、今。ここら辺で落としてたな。これ、そういう開くのかな。あ、開くわ、こっちからな。
その辺で何か起きんのかな。ああどうも。はい、ヘクセンのデスキング・オブ・ダーク・シタデルですね。ヘクセンの追加エピソードをやってます。不親切といえば不親切ですけど、慣れてくると大体こういうことをやってるんだよっていうか、こういうことを言いたいんだよ感は伝わってきますね。これはヘクセンに限らずドゥーンもそうでしたけど、レベルデザインした人の癖っていうか、あれこの辺で落としたと思ったんだけどな、気のせいかな。どっちにしろそこに行きたいんだよな。違うかな。それをそこに行くように何か仕掛けが動いたのかと思ったんだけど、明らかに何もないんだったら無視していくかってなるんですけど、回復アイテムがあるの見えたんでね、取りたいんですよね。やっぱりなんか落としたよな。やっぱり癖があるんですよね。ああそうですかね。あ、ここか。ワープだな。こっちが湧いた。ワープか。思ってたところに出なかった。え？あ、これあれか。あの岩肌にあった牢屋か。カオスサーペンドがいた。で、反対側に出る。反対側に出る。よし。これでもうよしとしよう。ちょっとさすがにどんどん回復アイテムとかを消耗していくのが良くない。積みかねない。ゲーム好きですけど、この2個前ぐらいの配信の時すごい文句言いながらやってましたけどね、あまりにも意地悪のマップだったんで、あのやったことある方だったらご存知かもしれないですけど、ハンギョジンがいっぱいいるマップがあって、それが本当に意地悪なレベルデザインでもう嫌になりましたね。あそこはドゥームの時もね、結構これさすがに意地悪だろって時はもうイライラしながらやってたりしたんですけど、久々にこれ作ったやつ意地悪だなっていうのに行きましたね。あ、そら、ワープで行けないんだ。そこ通らないといけないんだ。そこ通らないといけないんだっけ？ワープで行けなかったっけ？奥のポータルの。これが今のポータル。あ、奥通らないといけないのか。うわぁ、またここを通るのか。この下水を。半魚人がいっぱいいるところを。半魚人もちゃんと名前あるんですけど、なんだっけ？ストーカーだっけか。このケンタウロスは確かそのままケンタウロスなんですよね。で、あのバイオレーターみたいなデザインのやつはカオスサーペント。あ、ここ、あ、さっきのやつちゃんと押さないとダメだ。ズームの時もずっとテインエレメンタルのことを覚えてなかったからな、俺の名前。なんか産むやつって言ってたからな。そうですかね、意地悪は結構でも割と文句言う時は文句言いますけどね、あんまり文句言ってた時はこのツイキャスでやってるやつだと配信の録画残さなかったりしますけど、何回かあったな、あんまりにも意地悪すぎて文句しか言ってなくてっていうのは。ん？ここだっけ？ここじゃないよな。どっか下に行くんだ。あ、これだこれだ。で、また別、あー、お墓か。お墓は嫌だな。ヘクセルの時にすごい厄介なアンデッドが出てきて、そいつ出てくるだろうな。
しかも不気味に静かなの怖いな。ああいるわ。これ多分攻撃したらいろんなやつが気づくだろうな。でも見えてる以上は先制したいな。あーもう見つかったわ。あ知らなかったこれで。どっかからああ。3体ぐらいいたな。入って大丈夫？とりあえずここに誰もいないからここで。そこに逃げ込んだり逃げ込まなかったりしながら戦うから、このお墓があるとお墓に当たって動けなくなるっていうのもあって嫌なんですよ。別にお墓に限る、あ上にいるわあいつ、降りてきて。うん、フリーゲームとかもよくやるの でフリーゲームを作ってるのは別にプロの方じゃなかったりするからあんまり。でフリーゲームだとでもだからこそ荒いなって作りが多かったりするので、そういう時に文句残したりするとただの悪口ですからね。これお墓だけなんか形違くない？何もない。ただまあやってる身である以上文句は言わせてくれみたいな感じで言う時もありますけど。ね、この間やった箱庭村祈願、あれすんごいいいゲームだったんですけど、ウルフ RPG エディターであそこまで作れるのかっていう、すんごいいいゲームだったけど、いくらなんでも敵にエンカウントしすぎだろってなってましたからね。あれもあれなんか敵が湧いてんな。ん？そうだ、おかしいおかしいおかしい、そうだ、あここが開いたんだ。ドラみたいな音が鳴ったね今。俺は何もやってないぞ。なんか作動したらでも。うん、あれはでもどうなんだろう、なんか乱数とかを設定するので仕方なくなってんのかなってのは感じましたけどね。あれ明確にここで来る、ここに来るとここから敵が出てくるっていうのと、そうじゃないランダムで敵が出てくるっていうのが設定されてるっぽかったんで、あのクロックタワーセカンドみたいな感じで。でその中でこれが多少滑る多少ここは宴会率が高いみたいに設定したのが仕方なくああなってんのかなって感じはしましたけどね。あそこ以外は本当にそこまででもなかったですからね。ただあそこがあったおかげで、うわ出たこいつがヘクセンの時にすごい厄介だったんですよね。でもファイターで戦ったから厄介だったのかな。メイジで戦ったらそんなでもないかな。あと地形もあったかな、すごいデコボコした墓地で戦ってたんで、あそんなでもないかな、あそんなでもないな、柔らかいし普通に初期装備の杖で戦えるわ。痛い、攻撃力は高いな。あーそうだ、見えないところから狙撃されて当たりまくってたのが痛かったんだ。っていうかもうポータルが出てきちゃったな。特に目的みたいのは果たしてないけど、今までのところと一緒なら多分鍵があって骸骨があって両方取らなきゃなんだろうけど、当たらないなこっからじゃ。これ降りんの、そっから降りなきゃダメなのか。大丈夫か、
大丈夫だね。一旦ここでもうセーブしよう。この音は何だろう。別にただの環境音かな。マナ全部溜まってるな。普通に戦っていいな。これは別に何でもない。あ、鍵あった。鍵2つ手に入ったな。多分開くな。あ、これ首がないからこれっぽいな、はめるの。この木壊せるんじゃない？あ、これでちゃダメか。これでもダメか。属性があるのは分かったんで。あ、もう、あ、ありがとうございます。あ、違うな、壊せないのか。壊せそうな見た目してんだけどな。あ、やべ、回復薬にしてない。くそ、どっからだっけ。アックスキーを取る前か。うん、でもあの頭はめるっぽいのがあるってことは、ケビン、フィルムインアンはケビン、これ多分ヘクセの時もあったけどイースターエッグなんだろうな。これ音符が書いてあるからこの人が音楽担当したのかな。ヘクセの時は調べても今みたいなメッセージは出なかったと思いますけど、今のメッセージも多分意味なさそうだしな。めっちゃ動いてるあいつ。まずここの安全の確保しないとだな。その木が地味に邪魔なんですよね。多分ここに入ったから敵が増えたんだろうな。たださすがにこっちがカゴみたいの中に入って周りのやつから撃たれるっていうのは嫌だな。はめてみるか。はめる？あ、はまった。あ、木が消えた。木が消えたけど多分敵も増えたな。あ、またこういう穴がある。これ開くの？開いた。え、ブラッキーハー、なんか怒ってる手出たな。エリックが、エリックってこれあれかな、これはサクじゃなくてヘクセンで戦ったやつかな。悪いやつに操られちゃった。ん？ユーハウユーダイ。あ、今の流れ玉がお墓に当たった？知らんが。こっちは戦ってんだ。うん、でも別にアイテムがあるだけ。普通にマナがいっぱいあるな。ここに追い詰められるのはまずいぞ。このステージは回復アイテムが少ないな。
ハブレベルに来る前に全部ほぼほぼ前回まで持ってたんですけどね、回復アイテムとかも結局自利品になってくるな。それだけ難しいんだろうけど、なんか意味がありそうなんだけどな。アイテムはめてここに入ったわけだから、まあいいや、他のところ行ってみるか。これ他のところからも来てんのかな、こっちに。ちょっとここで一回セーブしよう。どこでもセーブできる以上どこでもセーブさせてくれ。あ、あんなところにアイテムがある。あ、この上にもアイテムあるな。ってことはいけるんだな、この上に。頭蓋骨2つしか持ってないから、あ、これが2つ目か。まだあんじゃない、この像。さすがに危ない。通路もう1個くらいあったもんな。やばい、回復アイテムがどんどん溶けていく。あ、マナはいっぱいあるか。飛び移れるかな。いや無理だな。ベン、はあ、でっ、さっきとはまた違う。霊廟かな。さっきのところのエリックがヘクセンで戦ったやつの一人だったら、もう一人じゃない、もう二人いるな。開いてないね。よし、ここだけ集中すればいい。暗いのはやめてほしいな。これ外でなんか湧いてるな。部屋があって、うわこれにしよう。さすがに強いな。ただすごい勢いでマナが減ってる。やめとこう。スパイダーズトゥーム、スパイダー雲のお墓、スパイダー、はあ、ああ、もったいないことした。痛い痛い痛い。やばいやばいやばい、しゅ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 。しかし回復回転も解けてる。さっきのと一緒で意味のない文章か。一応ヒントだったのか。
これ引くだけっぽいけど、後ろから何かに殴られたな。ほんとここ回復アイテムがないな。ライズ、あ、なんか外で、これラッキーと違うけど、あ、なんか入った。あ、ラッキー、なんだフォーカレーターがある。あ、これかスパイダートゥンブって、クモのお墓、絶対シークレットだなこれ。外でうんぬんって言ってたから、本当の主軸の変化は外で起きたんだろうからな。フィールラッキー、そんななんかダーティーハリーみたいなこと言われても。誰かの墓だ、マイク。うわぁ、スイッチか。4択絶対外したらこの四角の中に何か湧くでしょ。なんだろう、わかんないな。ねえ、フィールソロラッキーパンクって言ってましたからね、あの人。新作が今週公開か、イーストウッドのあのクライマッチは。これわかんないから端っこからやってこう。うわぁ、くそ。死ねるな。さっきこれだったよな。これは、あ、正解か。あ、よかった。ちょうどマナが突きかけてたからよ、ありがたいわ。ここは、どこ、ここ、あ、すごい回復アイテムがあるけど、ここですごい回復アイテムがあるってバカみたいに入って、敵が湧いたらやられるだけなので、今よく冷静になった俺。ワープ、ワープスイッチ、パズルイズ、はあ、もうちょっとなんかやらんといかっぽいな。これはどこに繋がってんの。ここは、あー、ここさっきの上かな、ぽいな。あー、よかった、アーマーがもらえた。ちょっとあれだね、持ち直したな。来た場所っぽいな、死体転がってるし。ベン、あー来たな。ここ入ったとこだよね、そうだな。いや、あれです、これで多分もうドゥームとかクエイクのとか他の FPS を入れたら100とは言わないですけど50回以上は死んでるんで、これで。特にヘクセンはやってきますからね、そういうずるいことを。忘れた頃にやってくるんですよね。そうだと思いますね。これはもう湧いてるな、しかも。ただここもこれで終わりか？ここがスタート地点だろう。ポータルが、あのポータルが帰り道ってだけなのかな。待って、こう来て探索するのが一苦労なんだよな、探索って確認するのが。ああ、ここまだだな、木が生えてる。
あ、首がないやついるわ、まだ。あ、持ってないよ、この首。じゃあ、もう一個の首を探してこなきゃなのか。ちょっと、そしたらもう、これは、おいとまさせてもらおうかな。ここ治安が悪すぎる。で、開いてるよね。いや、ほっとこう。これで多分、アックスキーと、なんだっけ、スティールキーだっけ。鍵2個もらったから、そこが開くというか開けちゃったんだけど、俺は。これがアックスキーなんで、スティールキーで、本当は多分これでここが開くんだったんだろうな。なんか知らないけど、俺開けちゃったんだけど。まあいいや。じゃあ次ここ。はあ、ステンドグラスがあるけど、そういうことやる。これでも見てない方向に逃げていくの嫌だから、なるべくこの辺で戦いたい。チェーンソー欲しいな、ルームの。これもあんま使わないな。これ足が速くなるやつだと思うんだけど、シリアスサムとかだと結構使い勝手良かったんだけど、あんま足の遅さ気になったことがないんだよな。うわ、いっぱいいるわ、あいつ。起きてないけど、先に進んだら起きるだろうな。先にここ見るか。やっぱ空間はあるよね。湧いた湧いた。ちょっとあいつの方に流れ弾は行くの怖いんだけど、あの魔法使いたちの方に。これも何にもないか。ああ、これ死体を台座にして上に上がれってやつだな。前にやりましたね、これと同じようなのは。前の時はもうちょっとシークレットっぽい感じで、うっかり死体を壊しちゃうといけなくなるって感じでしたけど。ここもお墓か。あいつ何がいいんだろう。使ってんのがあれ火の魔法っぽいから、氷でいけんのかと思うんだけど、あんま関係ないからな。一応属性はあるけどっていう、崖っぽいしな。あー、あんまいまいち当たらんな、これ。これはさすがに強すぎるんだよな。マナが持たない、あればっか使ってたら。あ、これだな、やっぱり。うわ、いっぱいいるな。さすがにあんなにいっぺんにやられたらきついな。かといってあっちに逃げられないんだよな。ここだな、ここに来てくれ。追い詰められるっちゃ追い詰められるけど、あそこで戦ってるよりはよっぽどいいよ。
やったかな。やったっぽいな。いや、やってない。まだ奥にいるんだったら近寄らんと出てこないしな。暗いのはやめてほしいんだよな。トーチ持ってるけど、そんなに長いところじゃないんだったらトーチ使いたくもないしな。そんな長いところじゃないな、多分。このドラみたいな音、環境音だな。多分今のアイテムを取るためのところかな。ぽいな。で、ここだろう。ここなんか、あー、なんか吐くと思ったよ、それ。釣るか。釣ってさっきみたいに戦う？あれ、動かない。敵が多分どっかに湧いたけど、違うのか、飾りか。でもこいつらの声してるな、この魔法使いの声。奥にいるのかな。気味が悪いな。敵のグラフィックをそのまま置物に使うことは今までなかったからな。ああ、いるな、確かにそこに。やっぱこれ強いけど、どんどん緑マナが減ってくな。まだカオスターペットの鳴き声はしてるけど、絶対動くでしょこれだと思って。あっ、ちょっと、しゃ、あーっ、どっかに落ちたな。この実はこのゲームは3次元じゃなくて 2.5 次元ぐらいだっていうのがよくわかる、弾の飛び方。これか、復帰場所だな。いや、絶対やると思いましたよ、あれは。復帰場所だけど復帰したくないな。絶対上治安悪いでしょ。多分あそこまで進んだら動くとかさ、あれ。反対側にもいるのか。反対側のやつ先に片付けるか。あ、でもここだとあいつの弾避けられないな。蛇行してくるからな、あいつの弾。
で、こっちが進行方向だから、こっちをまず見て、あ、いないね。一旦ここでセーブさせてもらって。あー、どうも。はい、ヘクセンの追加エピソードの方ですね。デスキングオブダークシタデルかな、やってます。忘れてた。ちなみに初見プレイです。今湧くなよ。回復アイテムがちょっと潤ったと思ったらすぐ溶けていくな。こういうの壊しても出てこないんだよな、死体は。壺とかだと壊すとたまに出てくるんですけどね。無視するか。あー、ん？なんか今回復アイテムあったな。ん？隠し扉だな。じゃあ向こう側にもあるかな。ああでも、じゃああれですかね、ヘレティックの方ですかね。ヘレティックだったとしたらこのヘクセンの前作ですね。ヘレティック、ヘクセンで、このヘクセン、あ、デスキングなんたらかんたらで、ヘクセン2って感じですね、このシリーズは。あとなんだろう、こういうファンタジー系の FPS の。確実にこれの影響を受けてるのはあのキングスフィールドですけど。あ、でもキングスフィールドの方が一作目は先だな。あれ94年とかだからね。こっちはないか。初代プレステでもこれ出てますよ、ヘクセン。あの無印の方だけですけど。あれ厄介だな。普通にこれ使っちゃうか、一個。これ今あの GZ ドームっていうドーム系のゲームはこれで動かせるよっていうすごい最新のあの互換ドーム系エンジンでやってるので、だいぶ見てる感じは違ってると思います。このマウスルックも本来はできないやつですし。あー、なんかあれ敵じゃないんだよな、これ狙撃してんの仕掛けなんだよな。前出ちゃうか。でもあそこにいるカオスサーペントが気になるな。まあいいや。いるってことは空間があるしアイテムがあるからいつか行けそうなんだけどな、あそこに。隠し扉かな。でもさっきのところはストーリー調べたと思うんだが、多分そうですね、ヘクセンをやってらしたら、俺もプレステ版のヘクセン持ってるんですけど、結局こっちでやった方がやりやすいってことでこっちを買ったんですよね。しかも、あ、怖いか、やっぱり破壊アイテムがあるけどそれ以上はない。しかもこれあれなんですよね、あの、あ、これアイテムあるけど取られないな。スチームで買ったんですけど、スチームでこのヘクセンと今言ったヘレティック、ヘクセンでこれでヘクセン2って4本ぐらいがバンドルで売ってるんですけど、安い時それで100いくらで売ってるんですよね、そのバンドルが。1本50円しない値段で売ってたんで、それで買ってこっちでやってる感じですね。回復アイテムあるから欲しいんだけどな。
まあでも古いゲームは割とそんな感じで売ってますね。うん、ここはどう考えても広いとこだから敵がいっぱい出てきそうで嫌だな。これは開かないな。ここでじっとしてても敵が湧いちゃうので先に進むか。壁がありそうなところに来たけど、これは良かったのか、追い詰められるだけか。ミノタウロスか、召喚するかな。いまいち使い勝手も良くないんだよね、あいつも。そうですね、本当にあの初代プレステの頃の子供の頃に欲しかったんだけど当時買えなかったってソフトが100円とかで売ってたりするの見て、あ、これやりたかったんだよね、100円なら買うかって買って積みゲーが増えてるっていうのもやってますしね、俺は。くそほら引っかかるんですよ。さっき引っかかんなかったけどこういう時引っかかるんですよ。何も考えないで取りに行くから。さっきの回復アイテムの時は引っかからなかったですけど、これあの上だ、あの上のあれが落ちてくるんだ、あそこに乗ると。これミノタウルスを召喚できるアイテムなんですけど、これこんなに敵がいっぱいいたら召喚したくなるんですけど、だから取りに行ったら死ぬんだな、あれは。絶対忘れた頃にこのゲームレベルデザインしたやつ仕掛けてくるんですよねみたいな。さっき俺言ってたのに忘れてましたからね今。いや本当にこれそうだ、確かによく見ると落ちてきそうな形してるもん。ポータルがあるってことはでももう出口なんだよな。なんかここに湧くかな、敵倒したら。これかな、これ鍵穴だけど多分持ってないよね。持ってないな、キャッスルキー。あ、ここにもある。あー、なんか想像したな。これはあれですね、あの最後のボタンを押した瞬間にこれセーブしとくべきだったかなって思ったら、やっぱセーブしとくべきでしたね。たまたま理性が勝ってたんですよね。さっき回復アイテム取らなかった時はだいたい理性が負けてるんですよね。負けてるというか働いてないというか。これやっぱりあれだな、こういう大混戦になった時この武器の方が使いやすいな。異性しかも経験則ですからね。それはこれをやる前にドゥームは公式が出してるのは一通りやりましたし、初代ドゥーム系のドゥーム、ドゥーム2、ファイナルドゥーム、マスターレベル4ドゥーム2で、クエイクもクエイク2の方はやってないですけど、無印のクエイクで公式が出してるのは一通りやってますし、絶対こういうの何度も引っかかってるはずなのに覚えないんですよね。いや覚えてるけど忘れるんですよね。いや本能がね本当にもうあ、なんか分かりついてるな。あれ取ったかな、うろちょろしてるときに。いや特にないな。
ここにないかな。こっちにある。いや違うな、鍵アイテム扱いでもないな。入りゃいいの。あ、ここだ。あー、これもね、このポータルがあったらだいたい裏になんかアイテム置いてあるんですよ、ヘクセンの頃から。で、だいたい消耗品のいいやつが置いてあるんですけど、今キーアイテムが置いてありましたね。こういうことをするんだからな、これ作ってる人。ただこれで多分目的は済んだかな。でも鍵かかってるところあるし、あそこ開いてないし、だからいつか戻ってくるよな。いいや、一回帰ろう。なんかせがれいじりってゲームがあって、そのせがれいじりのゲームの主人公は顔が矢印なんですよね。で、子供なので矢印ですみたいに説明されるんですけど、あれもうちょっと具体的に言うと、これゲームで裏技みたいな感じでしか見れないんですけど、あの矢印が好奇心のベクトルだと。で、子供だからその好奇心が向いたらそっちに行っちゃうみたいなのが説明されてて、で、せがれはうんことソフトクリームが落ちてて、うんこの方に好奇心が行ったらうんこの方に直行しちゃうみたいに説明されてるんですけど、大体あれなんですよね。回復アイテムとか見たらそっちに好奇心のベクトルが行っちゃうっていう。せがれいじりはね、あれはほとんどあれですね、あの秋元キツネっていう CG ディレクターの方が作ったあのギャグ CG みたいなのを鑑賞するゲームですね、ひたすら。子供の頃は大好きでしたけど、それこそ 100% クリアの直前までやりましたね、あれは。ただ 100% クリアやろうとすると、最後にママノボリンっていうミニゲームを 3100m まで到達した時点でセレクトボタンを押すっていうのをやんなきゃいけないんですけど、それがどうしてもクリアできなくて、大人になってからやり直したんですけど、それだけはまだクリアできてないですね。そこだけガチのミニゲームをやらされるんですよね。こっちじゃない。それ、あれはまさにシュールですね。で、あの秋元キツネは好きだったんで、せがれいじり以外の秋元キツネの作品のウゴウゴルーガはほとんどリアルタイムで子供の頃見てたんで、せがれいじり前から知ってたんですけど、その後ウェブサイトとかでもせがれいじりの CG 短編とか公開してて、で、それとかも見ましたけど、あの人はギャグもそうなんですけど、哲学的なこともいっぱい書くんで、なんか深い時は深いなってなるけど、深いと思ってたら本当にうんこしょんべんみたいなネタばっかやってるする人なんでね。もうなくなっちゃいましたけど、秋元キツネ、ワクワクして。ここじゃない、ここだ。なんかここに来てこれが使い道ができたというか、使いどうやって使えばいいかが分かった。またなんか、あ、これも何、ブライアンか。あそこにも墓がある。ハリス、なんイースタイッグ探してる場合じゃなかった。あれは多分制作者ですね。今何時？あ、もう6時前か。
ここをやったら終わりにしますわ。いや、俺セガレイジーの作文っていうのを作っ、文字の組み合わせで作文っていうのを作って、まあ、文章なんですけど、要するに3択ずつぐらいあって、でそれを組み合わせてできた文章の CG アニメが見れるっていうゲームなんですけど、何でできるんだっけな、何かやるとうんこはみんなの憩いの場っつって巻きぐその断面図が出てて、で巻きぐその中でみんな暮らしたりダンスホールになってたりしてるのが大好きでね、子供の時に。ねえ、特にこの洋芸なんか当時仮に攻略サイトがあったとしてもなかったですからね、攻略サイトが。俺も本当でこの時代のこのグラフィックというかこのテクスチャが荒いのもあって、スイッチがこれスイッチかっていうのが分かんなかったりして、それで積んだりもしてたんで、これ絶対出るでしょ、この廊下に。なんだっけ、トゥームレイダーでも積んだし、それも次どこ行っていいか分からないっていうのが本当にただのそれで積んで、パズルが解けないとかじゃなくて、スターウォーズのダークフォースでも積んだな。あれもすごいいいゲームでしたけど、これがスイッチならもうちょっとスイッチっぽくしててよっていうの、こういうやつみたいに。トゥームレイダーはね、単純に難しいのもありましたけど、本当になんか岩のここに、ん？なんだ？これ壁がすり抜けられるな。ただすり抜けられるだけか、そこにいるだけか。ブームでたまにありますけどね、こういう壁。ヘレティックだとだいたいここに敵がいるんですけど、あーなんかあるわ。あ、暗いな。アイテムはあるけど、今理性が勝ちましたね。明滅してんのは目が悪くなるからやめてほしい。たまに理性が勝ってくれるんですよ。さすがにここにいて囲まれた状態で戦うのはきついな。鍵が手に入ると思うんだけどな。あと鍵がかかった扉が開かないっていう話だから、これか。もう一段用意してるかな。はい、パズル解いたよと。どこだ、めっちゃ敵がいる声がしてんだよな。この外出たところにいっぱい溜まってるの多分。あれ違うな、パズル解いたよは分かったけど、どこだ、行け。自然に湧いたものなのか、それとも今パズル解いたことで出てきたやつなのか。
なんとなくその真ん中のエリアになんかあるのかなと思ったけど、そうでもないのかな。危ない。うん、特にこういう FPS は結構迷子になりがちですね。スイッチを引いたんだからなんか変化があったと思うんだが、ここじゃないのかな、別のマップかな。ヘクセンだとそういうのあったんですけど、無印の方だと。これになってからそういうのはないんだよね、今のところ。すごいやってる。いや、この量は絶対俺がスイッチ引いたから湧いた量だな。自然に湧いた量じゃないな。やばい、1とかだって。こいつらに対して有効なのやっぱりこれかな。ファイターだったら爆発するやつを打ち込みまくったら範囲ダメージで、あーやばいやばい。お前も来たのか。これか、まあ、強いけどこれすごい消費が激しいからな。ダクソ全回復のやつもあんま使いたくないんだよな。絶対ラスボス戦もあるから、ラスボス戦の前に補充はさせてくれそうだけど。上かな、そうですね。特に飛んでるやつが多いですからね、このゲームは。コスパいいんですけどね、戦いづらいんですよね。やっと今回なんだろう、有効的な活用の仕方が分かったっていうか、広い場所で敵がいっぱいいるときはこれの方がいいっていうのが分かりましたね。あれ、これできてたっけ、これ通ったことあるっけ。通ったことないな、敵がいるな。やめてほしいな、これトーチ持ってる、トーチ4、6本か、6本なら使っていいな。これなんだ、墓だっつうのに死体が結構雑に置かれてんな。昔の日本、昔っての平安時代とかですけど、そうだったらしいですけど。あれか、カトコンベができた理由とかもそんな感じだったっけか。墓を、あれ、墓を作るスペースがなくなったみたいな。特に向こうは土葬だから、絶対なんかあるよな。あー、アイテムあるな。とりあえずセーブして、マップ的には、後ろに空間がある、後ろに空間があるけど、違うの、これ外出てやるのかな。ここだな。あー、そこか。いや違うな、飛ぶんじゃないな、多分こっちからだな。
なんだここ意味があるの絶対。明るいからわかんない。いやそんなでもないな。そもそもこっち明るいな。これ何？なんかアイテム出てくる。探したら死体からアイテムが出てきたことはないんだよな。でもあ、なんか落としたな。あ、開いた。あ、死体を壊せって話だった。そんなんもあんの？そんなんもあんの？今までもあったのかな、そういうパズル。いいや、とりあえずなんかあった。クリプトイズオープン。はい、それはどこだ、それはどこだ、これはこれはどうやってやるんだ。壊せる、うん、割と姿勢感はその辺はまた違うかもしれませんからね。リプトイズオープン。あそこに行きたいんだけど、回復アイテムあるし。あ、そこだ、開いてる。あ、マナがないんだ、青いマナが。そうは言っても緑マナもこればっか使ってたらすぐ尽きるぞ。だからここが開いたってことはやっぱりあそこは行き方があるな。あの壁の先にある回復アイテムが欲しいんだけど。すごい消耗してるからな今。もう一体いただろう。やったかな。あー、ゲームの実況はよくやってますけど、レトロゲームとは限らないですね。たまたま今この古いドゥーム系のゲームにハマってて、積みゲームそれがいっぱいあるんでやってますけど、だからレトロゲームの方が多いっちゃ多いかな。鍵だけどさ、鍵だけどそれ絶対なんか出てくるところでしょ。また理性が勝った。だと思っ、取り方あんのかな。やっぱりなんか嫌かなんか出てきたけど、閉じ込められるんだよな。ゆっくり取ればいい。そんな話じゃない。あ、ここ安全地帯だ。鍵取ったら動かなかったらいいのか。あ、でも鍵取っちゃったからやっぱりあそこは行き方があんだな。別にどこだっけ。ていうかマナも回収したいから、あの上の赤いマナ欲しいんだよな。あれ青マナと緑マナのセットなんで、あれが。氷の魔法が青マナを使ってて、あのビリビリしてる魔法が緑まで使ってるんですけど、最近この辺ですね、特に決めてはないんですけど、
最近の生活リズムだとどうしても深夜から早朝になっちゃいますね。今もう6時近くまでやってるの久々ですけど。こっから行けんのかな。あ、行けそうだな。さすがにもうここ鍵取ったんで帰っていいんだけど、気になるんだよな、さっきの回復アイテムがあったところが。そこだけやって、いけたいけた、終わりにしますが、はい、よろしかったらまたお付き合いください。積みゲーをクースキャスっていうことで、積みゲーが大量にあるんでやってる身ですわ。その消化するモチベーションにすごく配信ってのがいいってのに気づいたんで。あれどこだっけ、ここじゃないよな、なんか光の階段っていうか光の橋みたいなのがかかってるとこだよな。ここか。枠敵もね、ヘクセンの無印の時は弱いやつしか湧かなかったのが、これ全種類湧くようになってるそうなんで、より大変なんですよね。で、これ絶対ここどっか、そこにまずスペースがあるしな。隠し扉か、また仕掛けかな、それともここじゃないのか、仕掛け。でもここになんかあんだよな。見づらくなるんだけど、マップ出しながらやると、あー、やっぱ繋がってるんだよな、そこの空間が。で、他に空間はないっぽいんだよな。ここじゃないのかな。あんまり分かんなかったら大体無視するんですけど、ドゥームの時とかも。回復アイテムが欲しいんだよな、とにかく今回。こっちなんだっけ、こっちこれか。ここも多分なんもないよな。死体を壊したら開くっていうギミックがあるっていうのが分かった以上、そういうのは疑うべきなんだけど、特に壊せるものもないんだよな。別に墓調べるでもないと思うしな。敵が湧いたわ、どんどん湧いちゃうんですよね。こういうところに実は俺が気づいてないだけでスイッチがあったりとかじゃないっぽいな。元は普通にフルプライスのゲームですからね。それにしたって追加エピソードでこんだけボリュームがあるっていうのは、今から考えると結構なもんですけど、当時 DLC とかって概念がなかったから、追加エピソードもあのスタンドアローンで動くかどうかはともかく別のパッケージで出したりしてたから、1本のゲームぐらいの長さがしてるんでしょうけど、これすぐにわからないっぽいな。こういうの調べるとか、回復アイテムが欲しいのに回復アイテムを消耗してたらしょうがないな。あ、乗れたわ。ここにも死体がある。これあれか、ちゃんと体こすりつけながらジャンプしないと乗れないのか。これで開いたかな。
そうですね、時代にもよりますけど、やっぱスーパーファミコンとかはカセットを作るお金がかかるらしくて高かったんですけど、それがプレイステーションとかセガサターンで CD になったことですごく安くなったそうなんですね。どっか開いた？あ、ここだ。え、ここか？あ、ここだ。あー、ここだ。あー、よかった、見つけた。他に何かある？これも、これマナーが完全回復するやつなんで、欲し、入り用なのは入り用なんですよ。こんなもんかな。とりあえず見つけられたからいいや。よし、帰ろう。もうこんな治安の悪いところは二度と来たくない。あれどこだっけ。そうそう、ファミコンから、ファミコン時代も確か5000円台ぐらいだったのが、スーファミになった時に、まあ、1万円まではいかないけどって感じになったんですよね。確か東映のなんか、ボリュームあるシミュレーションゲームとかは1万円超えちゃうみたいな感じだったみたいですけど。ここだ。で、まあそれになったのが、CD で生産できるなんて安くなって、かつそういうメディアなんで、音声とか CG とかもすごく入れやすくなってっていうので、そっちが主流になったんですけど、またまあ最近高騰してきましたけど、それでも逆に言うと今度新発売でも2000円3000円台のゲームが増えたりもしてますからね。ダウンロード販売が主流になったかっていうのもあるかもしれないですけど、しかし消耗したな。まあいいや、とりあえず回復アイテム使い切らんでもここに入れてるから、でこれ全回復のやつも4つあるからいいや。じゃあ今回ここで終わりにします。で次回この先の鍵がかかったところが多分開くと思うので、そこを開けてって感じですね。あ、はい、どうも来てくださってありがとうございました。またよろしかったらお付き合いください。はい、では、終了いたします。どうもお付き合いいただきありがとうございました。